県中学校、高等学校は、埼玉県飯能市中山にある教学の私立中高一貫校。設置者は、学校法人、聖望学園。日本ルーテル教団が、設立母体のプロテスタント系キリスト教主義学校。聖望学園が発足した1951年を創立年としている。2013年度より、エストクコース、特選コース、選抜コース、 ース進ムコースの4コース制を導入。1年次は全コース同じカリキュラムで2年次から全コース分系、理系に分かれる。エストックコース、特選コースは3年間45分7時間授業で選抜コースコース、スム進コースは1年次45分7時間授業で2年次から6時間授業を実施している。エストックコース、特選コースは2年次から 内部進学生と混合クラスになる。年間成績が優秀で、本人が希望すれば、コース変更は可能となっている。各学年、週1時間は、聖書の授業が必修。聖母を英語で表すと、ホーリーホープとなるため、聖母以外の英語名として使われることがある。同じ日本ルーテル教団が、設立母体の学校として、浦和ルーテル学院が、 埼玉県埼玉市にある。聖望学園中学校、高等学校は兄学期制を導入しており、4月から9月までが前期、秋休みを挟んで10月から3月までを後期としている。また、1年生はこの合宿で学校になれ、新しい友達と仲良くなることも目的のうちの一つとする。宿泊は南館の教室で床に敷いた寝袋で寝泊まりする。 なお、各行事の開会式などでは必ず礼拝が行われる。体育館での礼拝では音楽部が総額を担当する。ありがとうございます。